皆さんこんこにちは大です、えー、例えばね、クライアントが彼女とうまくいってないんですってね、なんか最近、えー、うまくいってないとこう言ってきたとして。で、まあね、原因論だとね、自分の何が悪かったんだろうと、相手の何が悪いんだろうとかね、もしくは今のなんか環境とか社会状況とか、周りにいる人の何がいけなかったんだろうとかね、えー、だから何を変えるべきなんだろうかとかね、何を変えたらいいんだろうってこう考えるわけなんですよね。で まあコーチングとかだったら、えー、本当は彼女とどうなったらいいのってやる人もいるしそれから彼女とどうなるこうなるを超えて本当はねなんかどんな、えー、自分でいたいんだろうかってこう考えたりする人もいるんですけど。あのー 僕の好きなね、カール・ロジャースで言うと、えー、今最後に言った、本当はどんな自分でいたいんだろうに近い発想するんですよね。で、なんでかっていうとねあの、彼女と一緒にいて辛いとしたら、本当の自分でいられないから辛いんだって考えるわけですよ。だから別にこれ、彼女関係ないのね。なんか、今、会社が辛いとかね、えー、って言っても、あの会社でなんか嫌だとか、面白くないって言ってもあの、本当の自分でいられない、なんかだから、偽っちゃう。 えー、我慢しちゃったりとかそれから何かの役割をとにかく演じて頑張んなきゃいけないとかねでなんかまあ自分でそういうことをやってるから辛いんだろうとでそういうふうに思って話を聞くんですよねだから相手が話してる話を聞きながらもなんかこの人はどうしなきゃいかんとかねでどうしたらいかんと思ってるんだろうかとでそういうなんか役割とかねべき論ですよねの奥にある本当はこうありたいって何なんだろうかってことなんですよ。 で本当はこうありたいねでこんな自分でありたいっていうのをやっぱり彼女といると今この彼女といると難しいと、ね、じゃあなんか本当に自分として生きるんだったらどんな人とどういたらいいんだろうとかねもしくは彼女との関連ね彼女との間の中で、えー、その自分で本当にこうありたいっていう自分でいるんだとしたらねそれはどんなコミュニケーションを取ったりとかね何をしたらそういられるんだろうかっていうふうにこう考えていくっていうこと。 で,す、ね、でまあこれあのこういう考え方っていうのがねあの役に立つ人もいるかもしれないと思って、えー、ご紹介してみました今がしんどいとしたら、えー、本当の自分でいられないからだとでだからなんかその話を聞きながらなんかこの人の本当の姿って何なんだろうとか本当の自分らしさって何なんだろうも探すしそれからあとはなんか自分はでもどうしなきゃいけないと思ってるのかとかどうしちゃダメだと思ってるのかを聞いてね でそのしなきゃいけないとか、えー、すべきだとかしてはいけないとかっていうことを、えー、まあ本当はもっと自由でいいんだとあの乗り越えて本当はこうわりたいっていうのをじゃあ今度は、ね、どう実現していくかって考えると、まあ、こんな考え方があるということです。